秋元さやかは日本の俳優、タレント。女性アイドルグループ AKB48 及びその派生ユニット D ーバの元メンバー。千葉県松戸市出身。フレーブエンターテインメント所属。夫はラッパーのパンピー。芸能人になりたいという願望から高校時代にいくつかオーディションを受ける。2006年2月26日。 第2期 AKB48 追加メンバーオーディションに合格。同年4月1日、AKB48 劇場でのチーム継初日、公演において、公演デビュー。2009年6月から7月にかけて実施された、AKB4813 シングル選抜、総選挙、神様に誓って、勝ちですでは12位で、メディア選抜入りする。同年8月23日の、 読売新聞総監135周年記念コンサート AKB104 選抜メンバーカク祭りの夜公演で2010年より新生チーム系のキャプテンになることが発表され同年3月12日に就任2010年5月から6月にかけて実施された a k b 4 8 1 7 t スシングル選抜総選挙母さんに誓ってガチですでは17位で シングル選抜入りする。7月10日11日に開催された AKB48 コンサート、サプライズはありませんで、18シングルのカップリング曲を新たに結成した、チームピグ10組のうち、投票により1組を選ぶという旨が発表された。秋元は、サリー秋元名義で、カムチャッカ渡り鳥母城を AKB48 初の演歌で、単独ソロとして挑戦。 8月9日の結果発表で第5位となる。10月4日からは、富士テレビ森田和義アワー笑っていいとも、2月曜日レギュラーで出演することが発表された。なお、2012年3月30日放送分をもって同番組のレギュラー出演を卒業した。2010年10月16日には一部で報じられた仕事仲間の男性を不要意に、 自宅へ宿泊させたことに関し、その責任を取るため、チーム系キャプテンを辞任すると、AKB48 のオールナイト日本出演の際に自ら発表した。2011年2月27日に開催された東京マラソン2011に、支えてくれた方々に一から、リスタートで頑張る自分を見せたいという決意で、ランナーとして参加し、6時間53分53秒の、 タイムで完走した。トレーナーは、セカンドウィンド AC スタッフの尾崎明美。さらに、ゴールした後に出演した、マラソン中継特別番組内では、秋元康氏から番組に当てたメールが読み上げられ、その中で、チーム系キャプテンへの復帰が言い渡された。その後、同日に、AKB48 劇場で開催された、チーム研究生。 夜公演に梅田彩香、宮沢さえ、増田ゆかと4人でゲスト出演。キャプテン復帰報告を行うとともに、前日の4人で新ユニットディーバーとしてシングル、ガツの裏側をリリースすることを発表。しかし、3月11日に発生した東日本大震災の影響により、シングルのリリースは4月27日から5月18日に延期された。 2011年5月から6月にかけて実施された AKB48 にセカンドシングル選抜総選挙今年もガチですでは5月25日に速報を発表した時点では23位だったが最終結果は前年に引き続きシングル選抜入りとなる17位であった2011年9月20日に開催された AKB48 にフォースシングル選抜じゃんけん大会は5意で 選抜入りを果たした。2012年2月26日、東京マラソン2012に出場し、前回の記録を1時間以上も短縮し5時間34分13秒のタイムで完走した。2012年5月から6月にかけて実施された、AKB48 にセブンスシングル、選抜総選挙では20位で、アンダーガールズ入りを果たした。 2012年8月24日、AKB48 in 東京ドーム1830メートルの夢初日、公演において、各チーム再編後のチーム系キャプテンは大島優子に交代することが発表される。なお秋元の移動はなかった。同年11月1日にチーム再編された新体制に移行。2013年4月7日、公式ブログにおいて、 AKB48 を卒業することと、同年5月から6月にかけて実施される、AKB483 セカンドシングル、選抜総選挙に立候補しないことを表明した。なお、卒業セレモニーは8月22日に、卒業公演は8月28日に行われた。2014年6月20日、フィリピンの観光親善大使に就任。 2015年6月2日には来日中のフィリピン大統領のベニグア秋の賛世が都内のホテルで催した大統領と在日フィリピンコミュニティとのつどいに特別ゲストとして招待された。2018年5月 B リーグチャンピオンシップ2017から18アンバサダーに就任。2020年6月20日、かねてから交際中であったラッパーのパンピーと結婚した。 2020年7月、映画、山猫は眠らない、シリーズの8作目に出演することが決定。ハリウッドデビューを果たす。2022年、鎌倉伝の13人で、NHK 大河ドラマ初出演。SKE48 名義チーム系ファーストステージ、パーティーが始まるよ公演チーム系セカンドステージ、青春ガールズ公演チーム系サードステージ。 脳内パラダイス公演まわり組ファーストステージ、僕の太陽公演まわり組セカンドステージ、夢を死なせるわけにいかない公演チーム K フォースステージ、最終ベルが鳴る公演チーム B サードステージ、パジャマドライブ公演チーム K フィフスステージ、逆上がり公演チーム K シックスステージ、リセット公演。ありがとうございます。